ご視聴ありがとうございます。今回ですが、最近ちょっと消極的になってしまいやってなかったんですが、久々フィギュア情報動画やってみたいと思います。よかったら見ていてください。で、何をするかというとですね、今映ってます、メガホビープラス2023アーリーサマーの、新情報を見ていきたいと思います。で、今回はファーストの、1回目の情報になります。こんな感じになってまして、まあ、そんなには多くないんですが、スケールフィギュアっぽいもののみ、私のチャンネルでもご興味ありそうなものだけピックアップして見ていきたいと思います。はい。で、今回はですね、4つ見ていこうと思いまして、まずはこちらになります。はい。九月×メガハウス日本人形小紫になります。ついに情報が公開されました。去年末のジャンプフェスタで展示されてたやつですね。お値段がですね、217,800円とのことです。これ結構安いんじゃないですかね。まあ、全然買えませんけど、全高55センチということで、もう3分の1スケールくらいあるっていうことですよね。最近吉徳コラボのフィギュアとかが、まあ、4分の1スケールで20万前後くらいなので、22万ってなんかちょっと安く感じちゃいました。で、あと気になるのが、この画像を見る限りケースが写ってるんですが、まさかつくんですかね。まあ、フィギュアって考えるとまず絶対つかないと思いますが、なんか日本人形って考えると、まあ確かにケース付きっていうのもありそうな気もしますが、でもついて22万ってもう安すぎじゃないですかね。で、しかもまあメガハウスさんの自社製品っていうだけじゃなくて、コラボまでしてますからね。普通に作るだけではなく、余計に費用もかかってそうですもんね。で、メガハウスさんですし、なんかすごい安く感じてしまいました。うん、まあ買えませんけどね。はい。で、お次行きましょう。お次がですね、こちらになります。はい。ブリーチになりますね。ヨルイチさんに続いて10銀が再販になるみたいです。で、ただですね、やっぱりメガハウスさんの再販っていうのはもうがっつり値段が上がりますね。初版が 16,280円だったんですけど、今回の再販は 24,200円だそうです。なんかもう公式がプレネっていう感じありますよね。まあしょうがないんですかね。まあでも嬉しいのは、例えば今後ランギクとかの再販とかもあるかもしれないですからね。で、今後東四郎ですとか、まあ、いちごなんかも出ますし、集めやすくなりそうなのはいいことかもしれませんが、まあでもやっぱり定価の超高騰っていうのはちょっときついなと思っちゃいました。まあでも公式さんから買える嬉しいチャンス再販だと思いますので、買い逃した方はぜひチェックしてみてください。はい。で、お次がですね、こちらになります。はい。なんとセイラさんが、こっちは再販ではなく新たに水着フィギュアで登場するみたいです。セイラさんのフィギュアといえばエクセレントモデルの方で信田さん造形の超可愛いのが出ていて、もう再販もしまくってたんですけどね、まあ、今回はついに新規で水着フィギュアが出るみたいです。最近シードデスティニーのルナマリアなんかも水着で行きましたし、メガハウスさんガンダム系は今水着フィギュアが熱いのかもしれないですね。まあ、でも今回はとりあえずミサイル式公開ということで、続報も楽しみに待ちたいと思います。はい。で、お次がですね、もう最後になります。こちらになります。はい。ジェムシリーズ機動戦士ガンダムシードラックスクライン 20th アニバーサリーになります。何なんですかね、これは GGG じゃないんですね。RAHDX だったり GGG だったりジェムだったりと、まあ、ちょっと謎も残るんですが、キラとアスランは確かにジェムだったんですよね。それと合わせてとかですかね。まあでも直近のルナマリアですとか、その前のミーアとかも GGG でしたけどね。何なんですかね。で、高さがこれ22センチっていう表記なので、まあ、ちょっと大きいんですかね。GGG も8分の1スケールなので、まあ、20センチもないと思うんですよね。少し小さめなので、やっぱり今回のは少し違う企画っていう風になるんですかね。まあいまいちよくわからないんですが、めちゃくちゃ可愛いのでこれは欲しいです。
お値段は 27,500 円だそうです。なかなかですね。でまあタイトルにもありますが20周年記念というわけで、フィギュア以外にもこの夏はパチンコが導入されたり、いろいろと熱いシートですからね。まあ、今後のフィギュア展開も楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで以上になります。であとはですね、他にもこんな感じで、次回のセカンドの予告が告知もされてまして、POP の歌の原型公開ですとか、あと新フィギュアブランドっていうのも気になりますね。で、あとはまあ遊戯王なんかも来るみたいです。まあそんなわけで次回も内容と、でまあ今回の動画の需要次第で、やろうか検討してみたいと思います。で、あと最後にこんな感じでですね、なんとメガホビエキスポの告知も来てます。で、あとプレ版の方でも蔵出しやってるみたいなんですよね。ですので気になる方ぜひチェックしてみてください。はい、ということで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。